おはようございます。速稼塾の方です。今日はですね、復習はあんまり意味がないというね、お話をさせていただこうかと思います。ですね、人に何かをやり返そうとする力、例えばね、まあ見返してやるみたいなのもそうなんですけども、人に何かひどい目を合わされたりとか恥をかかされたんで、それをまあ復習するためにね、そしてある意味見返すために何か行動を起こすことって結構ね、あんまり効果がないんですよね。それなぜかっていうと、その相手基準なんですよね。どんな相手基準かっていうと、自分が嫌な目に遭わされた人を凌駕するために、そこまでのエネルギーだということなんですよ。まあ、ですので実はね、これは DAIGO さんも言ってたんですけども、実験で立証されたことがあると。人にひどい目に遭わされていじめられた時に復讐をして、その後一瞬は気持ちが良くなるんだけども、トータルではメンタル的にものすごくマイナスになってるっていうね、そういうふうな実験があったわけですよね。で、逆にその相手に復讐をするんじゃなくて、自分の力をつけていくことによって自分の軸を強く強化する方が、実は長い目で見るとね、プラスになっているってことなんですよ。まあ、そういうことを考えると、やっぱりね、自分が何かね、痛い目に遭わされた人基準でその人に勝つためにやるっていうのは、まあ、力に限界が出てくるのかなと思うんですよね。この根本にあるのは、やっぱり足を引っ張り合うってところに自分も参加してしまうってことなんですよね。自分が足を引っ張られたから、今度はあいつの足を引っ張ってやろう、復讐してやろう、見返してやろうっていうのはね、そこで均衡してしまうんですよ。だからそうではなくて、何か人にそういうのね、いじめを受けるとか嫌な目に遭わされるってことは、その人と同じレベルでいる自分に原因があるって考えて、自分のレベルを2倍3倍10倍というふうに高めていくと考えると、まあいいそうなんですよね。あ、なるほどなと思ったわけなんですけども、まあ私のね、速稼塾の自己一人にもちょっと近づくところがあるんですけどもね、だから自分はこんなちっちゃい人間だから、そんなね、嫌な目に遭わされてもしょうがないし、嫌な目だと感じる自分の感性がまだまだ幼いなと考えることによって、突き抜けるね、ぶち抜く力をつけていくってことなんですよね。内側を磨いていって、他者を貶めて、勝負に勝つんではなくて、自分の力を10倍1000倍にして勝負に勝っていくって形の方がいいのかなと思いました。で、ちょっと話題がずれるんですけども、日本を取り巻く環境ね、なぜかね、足を引っ張ってくる近くの国ってあるんですよね。なんなんですよね、これはね、足を引っ張る近くの国がいるっていうのは。で、それに対して、まあ、適度に足を引っ張り返す我が国民性もあるということですよね。気持ち悪いですね。これは何でなのかってちゃんと理由があるんですよ。日本の歴史を紐解いてみると、大東亜共栄圏の時代まで遡ってね、日本という国は近くの隣国を全てね、リーダーシップを取って、まあ、いわゆるね、占領したという言い方もありますけども、とりあえず東アジア全土をね、まとめ上げて、日本というリーダーが欧米列国にですね、立ち向かったという、そういう経緯があるんですよね。せっかくスペインやポルトガルやアメリカやイギリスが東南アジア諸国、これをね、植民地にしたのに、それを全部解放してですね、大東亜共栄圏なんて温度を取るわけですよ。これは怖いですよね。日本ってのは本気を出すとまとまるわけなんですよ。プラスですね、世界中が戦争を起こして、それにね、日本一国が立ち向かって、負けたとはいえ当時最高の技術、まあ原子爆弾ですよね、こういうのを使わせるまで音を上げなかった日本人の精神力にも恐れをなしてるわけなんですよ。これが日本人魂といいますか、大和魂というかね、世界に類を見ない精神力の力、これがね、日本だけを持ってるわけなんですよ。怖いですよね。だからこの日本という国が再びリーダーシップを取ると非常に困るわけなんですよね。そういう意味で、ある程度隣国と揉めさせている裏舞台でね、こう操ってるやつがいるんじゃないかなというのが、まあ裏付けのない情報源、まあいわゆるね、速稼塾の占いというコーナーでございます。他にもね、あるんですよ。戦争で滅多打ちにされて、日本全土が、これね、例えではなくて本当に焼け野原になった日本という国があります。東日本大震災もひどいダメージだったんですけども、あれが全国各地で起きたということですよね。それこそ沖縄も焦土と化し、広島も長崎も焦土と化し、東京大空襲で東京も跡形もなくなり、そんな都市がなくなった日本という、そんな歴史がね、昭和20年にありました。今から74年前です。でもですね、そっからわずか20年30年ですよ。昭和40年代50年代には世界でも類を見ない経済大国、日本が出来上がったわけなんですよ。世界第2の経済大国がね、これおかしいですよね。滅多打ちにした日本があっという間にまたね、世界の第2位、これに躍り出たわけですよ。いや、すごい力なんですよね、日本っていうのは。
じゃあそういうふうなね、日本がまたね結束して大きな力を持ったら困ると考える人がいるわけですよ。うん、最近はね、日本っていうのは大和魂も日本人魂もなくなって、精神的にはかなりね弱くなってきてですね、その影響かどうか分かりませんけども、週刊少年ジャンプにはなかなかね、北斗の拳とかね、先駆け男塾みたいな漫画が見られなくなってきて、随分爽やかになったなという印象があるわけなんですけどね。少年マガジンというね漫画にもなんか暴走族の話が出てこなくなったと。私が10代の頃って漫画を開ければ全ページで喧嘩してるわけですよ。まあドラゴンボールも連載したんですけども、あれも言ってみれば喧嘩をやってるようなもんですよね。うん、なんかね、喧嘩をするのがいいとかね、そういうわけではないんですけども、なんか内側から燃え出る精神っていうのがちょっと今ね、なくなってるのかなと。まあバトルをすればいいと思うんじゃないんで、これはねちょっとね表現が難しいんですけども、まあ私のねこの46歳の回顧録ですかね、これは。あの頃は良かったみたいなことになっちゃうんですよね。また困ったもんですね。まあという形でちょっと最後はね話がまとまらなくなっちゃいましたけども、前半の方、復讐ってのはあんまりいいことじゃないよと。復讐をする暇があったら、復讐ってのは人の足を引っ張ることなんで、引っ張り返すことなんで、復讐をする暇があったら自分の内側を鍛えることに同じエネルギーを使った方が長い目で見たらいいんだよということをね、大悟さんの話からちょっとねヒントを得て今日のライブ放送にさせてもらいました。それでは今日もね自分の内側を高めるために頑張っていきましょう。では失礼します。